のも一つあるのかなって、はい、お中央来た決まった競り合い足元にこぼれてきたところゴールを決めましたトーマ1点返した。さあこの1点が両チームにどんな影響を与えるでしょうか。後半の11分まだまだこれで分からなくなりましたよね。藤川さん結局セットプレーからの1点でした ね、 ね得意のセットプレーから今のでもね小林選手がボールだけになってマーク見れてないんですよね。そうですか。